対応したのは私でね。気丈な方なのか、それともすでに諦めておられたのか、淡々と死亡手続きを取っておられたのが印象的でした。でもね、帰り際に遺書が置かれていた場所を教えてほしいと頼まれましてね。私が案内するとしばらくの間じっとこの場所に佇んでおられた。私にはお父さんが泣いているように見えました。親父が泣いとった。きっと張り詰めていた糸が切れたんでしょうね。ゆか、ごめんね。ごめんな。なんかせっかくのイブやったのにこんなとこ連れてきてしもて。ううん。でもな、ゆかにはほんまのことを知っててほしかったから。ねえあつし。うん。俺な、今まで生きとって親父が泣いたとこ一回も見たことあらへんね。せやから親父は心の乾ききった男やってずっとそう思っとった。ただいま。うん。こんな遅くまでどこほっつき歩いていたんだ。どうしたんだ。今日さ、竜宮の森に行ってきた。母さんの弔いだよ。偶然駐在さんに会ってさ、聞いたんだ、父さんがあそこの森で泣いてたって。そうか。なんで今まで黙ってたの。母さんが自殺したこと。6歳だったお前にそのことを告げるのは正直酷だと思った。何度も話そうとは思ったんだ。でも母さんのことを引きずるお前にその真相をどうしても告げることができなかった。でもやっぱり間違いだったのかもしれないな。わかった。アツシ。うん。実はな。ええよ。もう何も言わんでええよ。おやすみ。
母さん、俺今度こそ頑張るな。せやから俺のことを空の上から見守っててな。それから俺は前回の人生を反省し、平凡ながらも穏やかな生活を選んだ。もしもし、室井です。ガッツガッツ食い読んだよこれ。ガッツ食べてくれるね。いやー、偶然だね。僕のこと覚えてるかな。知ってる人？全然知らない。しょうがない、ガキだな。ほら感謝しろよ。サンキュー、本当にサンキュー。かちゃんおめでとう。みんなもサンキューな。なマサ、マサ、おおめでとう。マサもサンキュー。なんていうかさ、俺みんなみたいな仲間持って本当幸せもんだよ。しげってなわけで、俺ちょっくらバケモン買いに行かないといけないんだよね。はい。うんうん、おい、ちょっと待って、お前このケーキどないすんねん。さっき食いたいんだろ。食いっちゃったよ。食ってていいよ。でもね、すぐ戻るよ。もうすぐね。ちゃうねんって、お前これ5000円で買うたんやぞ。お前のバースデーには万馬券取ってバーのケーキ買ってやるからよ。はぁ、おかしいであれ。しゃあ、なんでいつもあんなんやろね。資源の競馬好きはもう仕方ないよ。病気みたいなもんだからな。なんかこう、他に夢でも持ってたらちょっと馬から外れんのかな。あいつの夢は万馬券。あれマスター、うん、あれ向かいの店って改装始めた？ああ、地上げだよ、地上げ。はい、うちにもそういう話来てんだけどさ。すごい立ちの切りをもらったらしいよ。おかしいな、地上げなんて話前の人生ではあらへんかったはずや。あ、いらっしゃい。こんな小汚い店かよ。アキラ、あっち、お前このとこ何やってんだ。いや、お前こそここに何しに来てん。この店の近所でさ、彼女はさやか。おい、なんでやねん、なんであの女がお前の女やねん。何言ってんだ、ちょっと待って。一体何なんだよ。いや、お前西野さやかと付き合っとったはずやよな。ああ、さやかとなら先月別れた。なんでや。最初の人生でさやかとアキラは4年生の頃までちゃんと付き合っとったはずや。あいつさ、親父の会社が倒産して大学辞めちゃったんだ。え、やっぱりお嬢様の肩書きなくなるとなんか魅力失せちゃってさ。まあ、そういうことだからさ。おかしい、何かが狂ってる。なんでや。俺が影響を及ぼしてへん以上、時間の流れは同じように繰り返されてるはずやのに、なんでさやかの家族の運命がこんな大きく変わってしもたんや。すいません。はい、こちらはいつ頃から売りに出されてるんですか。確か2週間ほど前だな。何でも前にここに住んでた人が株の取引で失敗したとかで急にね。そんなアホな。さやかの大江さんは優秀な経営者やったはずや。もしかしてあんた堀上敦さんかい。はい。ああ、よかった、やっと現れたよ。いやね、私このうちの管理任されてるんだけども、このうちに堀上敦っていう人が現れたらこの手紙渡すように言いつかっててね。